はい、タイリンです。今日はキャラがいない。みかんもね、スーパーでこのちっちゃいやつが40円ぐらいでね、出てきてますね。はい、秋です。まあ、静岡なんでみかんは売るほどありますけど、先日購入した、こちらが419かな、直流交流どちらでも走れるやつで、長崎の方が719系で、あれは交流区間だから九州の中だけしか走れないみたいな感じか。鉄コレをね、まあ動力化するために、動力化というか N ゲージ化だね。これはまあこの間動画で1回出てくるとパンタグラフも完走して、トレーラー車は、TT03R っていうのをつけてやったわけですね。で、まあ動力がね、このモーハーの動力が TM の14ってやつだね。でこれ初めね、アマゾンで見ると大体3700円前後ぐらいだったわけですよ。でまあ静岡の模型屋さんで聞いてもらったらね、店頭にもなくて問屋さんにもないよっちゅうことで、で沼津の方のね、時々プラモを買いに行くお店だね、あそこでアマゾンで3672円プラス送料って感じだったもんで、まあ、直接ね、車で10分ぐらいのとこだから買いに行ってきました。はい、そうしたら、まあこれですね、トレーラー車用とこのパンタグラフがあって、何かっちゅうと、以前買った、このラブライブのやつだね。これをね N ゲージ化しようと思ったわけで、そうすると動力はね同じこのものが必要になるので、こちらをまたね一つアマゾンで発注しました。はい、もうで発送しましたっていうメールが来ました。はい、迅速な対応ありがとうございます。はい、そんなわけでラブライブも初めはね、動力化する予定はなかったんだけど、まあこれをね N ゲージ化するついでにっていうことだね。はい、そしてまあこれは、ちゃんとした N ゲージですけど、先週の21日の土曜日にですね注文しました。キハ47の、JR 西日本社、岡山快速車ですね、2両のセット、モーターとトレーラー車。はい、これを、Amazon の矢野商店さんで頼んで、注文は受けたまわりましたのメールが来たわけで、今日は26日で、ね、もう夕方 5時半近い、まだ発送しましたが来ない。まあ、日曜日にお届けって書いてあるからね、日曜日までには確実に来るとは思いますけど、はい。以前、221系のね、電車のモハのね、ユニット加藤のやつ、2両っていうのがね、注文したら結局商品が手に入らなくてキャンセル扱いですってね、割とその何に、逆にこちらからはさ、キャンセル不可と、歌ってるところも多いわけですよね。それで、まあね、お店の方から勝手に物を取れなかったからキャンセルにしますっていうのはさ、なんていうのかな、まあ早くね分かればね、他のもうところでできるだけ安いのをね探して、
注文して買うこともできるんだけど、引っ張るとき引っ張っといて、商品がうちに回ってこなかったもんで売れません状態になっちゃったね。まあ、それもうちょっとね、アマゾンでお店出してるだったら、ちゃんとやってくんないとね、と思いまして。ああ、そう、これとね、同じ21日の土曜日に、まあ、これ注文した後、画像とか見てるとね、この色に紀新線のね、赤い方のね色がつながった画像とかあったもんでね、紀新線のキハ40を、一両だけ頼んでね、ああちょっと後に頼んだね紀新線のが先に来ちゃったよね、1日2日で。うん、まあ21、22、23と連休だったからね、まあしょうがないかなとも思っていたんだけど、連休明けてからもね何の動きもないね。もう明日金曜日、金曜日土曜日でポンポンって発送して日曜日に持ってきてくれるってことだね。それで一応まあ判断して、まあ一応アマゾンの方にもね、メールは出したんだよ。21日に注文しただけど、まあ届かないのはともかく発送されてないようですけど大丈夫ですかってね。うん、なんかそういうあれはアマゾンとね、その実際のお店の方両方ね、そのメールが行きましたよっていうことでね。うん、まあ日本のお店でありながらね、外国みたいな感じ。はい、ありがとうございました。